ウィス、貴様何者だ。単なるビルスの世話役じゃないな。あれ、言ってませんでしたっけ。私、ビルス様の師匠ですけど。師匠。あなた、ビルスの師匠なの。はい。つまり、ビルスより強いってこと。それはどうでしょう。とにかく行きましょう。美味しいデザート食べに。そうそう、1日10個限定スイーツ。5個よ、5個。あいつがビルスの師匠。アベジータさん、一言だけアドバイス。修行の成果でしょうか、かなりパワーを上げられましたね。でもそのやり方ではいつまで経ってもビルス様には勝てませんよ。もっと気を制御する方法を覚えなくては。それができれば、あの孫悟空とかいうサイヤ人も超えられるでしょうね。カカロット。簡単なことではありませんけど。では、何なのよ。お前には教えられるのか、その気を制御する方法を。お前の元で修行させてくれ。しつこいわね。私たちこれからデザートなんだから。いいですよ。え？あなたが破壊神になったらの話ですけどね。では行きましょうか。ごめんなさい、ベジータが邪魔しちゃって。いいえいいえ。だったら、俺が地球で一番うまいものを食わしてやる。それならどうだ。